女優の橋本環奈24が6日放送のフジテレビ系サンマのまんまー SP590 にゲスト出演し自身の声にまつわるエピソードを語った。MC のアカシアサンマが俺に用意書する女たちが平野翔君と声が似てるって言われて誠に受けてしまって。と告白。 平野と共演歴がある橋本は、平野くんが風邪ひいたらこういう感じかもしれない、と答え、高くはないですよ。もっと、ガシャガシャ感がちょっとマイルドにというか、と注文を出した。するとサンマは、ごめんなさい。俺、声ガシャガシャしてる、とショックを受けた様子だった。しかし橋本は、でも私も同じ部類です、とフォローし、自身のエピソードを明かした、サンマさんと共通する点が一つだけあって、 小学生の時に喉がさがさで声が出なくなって病院に行ったんですよ。診断結果は意外なものだった。喋りすぎって言われた。病名がなくて、サンマさんってお仕事じゃなくても喋るって言うじゃないですか、と問いかけた。サンマはかっこいい枯れ方です。生き様やね。この声が生き様やね。と、しゃがれ声こそ自身のお笑い人生の象徴と主張、かっこええやろ。 と橋本に問いかけた。